日本カバヤおはようホールディングスが主催する岡山子ども未来ミュージカルハロルド。小学6年生の女の子が人型ロボットハロルドとの触れ合いを通じて岡山の自然や人々の営みの豊かさを再発見する物語で、家族や友達との絆の大切さを描いています。5回目となる今回は昨日と今日の2日間上演され、オーディションで選ばれた県内の小中高校生およそ70人が2ヶ月余りの厳しいレッスンの成果を力いっぱい披露しました。この3ヶ月間で様々な経験をさせてもらったので、このハロルドにすごく感謝してます。メセナアワードの賞をいただいたということで、これから全国、岡山県から全国で羽ばたき、ひいては世界に羽ばたけるような、そういうミュージカルにしていきたいなというふうに感じています。公演は動画投稿サイト YouTube の OHK 公式チャンネルで見ることができます。